このセッションでは、前回見たランポートのバイカリーアルゴリズムの正しさの話をしようと思います。ランポートは、アルゴリズムについて3つの指標が正しいことを示すことで、このアルゴリズムの正しさを証明しようとします。で、このセッションではその3つの指標というのを見ていこうと思います。で、3つの指標で重要なのは、クリティカルセクションに入れるのは一つのプロセッサーだけだという主張。これ、セッション2ですけれども。それともう一つは、レジ待ちのプロセッサーはいずれクリティカルセクションに入る。で、これがセッション3ですね。この2つです。で、前者は配達制御のセーフティという性質で、後者は配達制御のライフネスという主張です。ただ、この論文ではランポートはこういう言葉を使っていません。で、まだこの論文を出した時点では、このセーフティー・ライブネスという性質が重要だという認識は必ずしもなかったと見てもいいかもしれません。で、このミュージカル・エクスクルージョンのセーフティー・ライブネスの性質については、多分次回のセッションで取り上げようというふうに思います。で、まず、改めてからの、バイカリアルグッズを見てみようというふうに思います。で、この式の中で、こういう不等式が出てくるんですが、これは、実は簡単で、ナンバーワンがナンバースケール小さいってことを言ってるんです。もしも等しかったら、この i、k の順番で、これはあれですね、それぞれのプロセッサーの番号ですね。これは番号。若い方が、選ばれるということですね。で、まあ、絵で描くと、こういうのが大体、ベカリアルズの想定になってるわけですけれども、もう少し詳しく見てみましょう。で、まず、整理券を、受け取ります。で、そして、パン屋の中に入って、で、買い物をするわけですけれども。で、それからレジに並びます。レジで待つんですが、レジで待ってて、いずれそのレジでパンを受け取ることができるということです。で、大事なのは、この整理券を受け取る段階、それからレジで待つ段階、ここの待ち具合が問題なんですね。まず最初の、整理券を受け取る段階のアルゴリズムって、こういうアルゴリズムになってます。これ後でまた説明しますね。で、レジ待ちはこういうアルゴリズムに対応しています。まあ、そういうので、大体、ランポートのアルゴリズム、ベーカリーアルゴリズムができてるんですが、ここのアルゴリズムの正しさを示すので、最初に彼が主張するのは、先にが早くものの番号が小さい。まあ、これは例えば、K が最、あの、I はもうすでにパン屋の中に入ってるのに、K が発券機の前で券を受け取って中に入る。で、こうした時に、ナンバー I っていうのはナンバー K よりも小さい。で、これがまあ前提ですね。で、これはもっと正確に言い方をすると、プロセッサー I と K がパン屋の中にいて、K がパン屋の戸口で発券を待ってるときに、すでに I がパン屋に入ってるとすると、ナンバー I はナンバー K よりも小さい。で、これは、証明、これは、比較的簡単で、で、K が現在の値、ナンバー K を選んでる間に、ナンバー I はすでに現在の値を持っていたわけですから、だから K っていうのは、この値っていうのは、ナンバー I、すべての、ナンバーの最大値に1を足したもので、ですから、K はそういう値を取ったはずですから、で、上の式が成り立つということですね。もう一つ、これがちょっと面倒なんですよね。クリティカルセクションに入ったものの番号は、ファイルの中にいる他のどんなものの番号よりも少ない、小さい。で、これはですね、要するに、クリティカルセクションに入るのは一人だけだということですね。他の誰よりも小さいものが一人だけ選べるということですから、これは、まあ、冒頭で述べた、配達制御のセーフティっていう性質ですね。これを証明します。
で、もっと正確に言うと、こういう必要です。プロセッサー I がクリティカルセクションにいて、プロセッサー K がファイルの中にいて、K が I と等しくないな。これは先ほど述べた、ちょっと拡張されたあの不等式ですね。まあ、これは単純に言うと、ナンバー I はナンバー K より少ないということだと思っていいと思います。で、まず、その、チューズイングっていう変数があるんですが、本質的には0か1ですね。で、値が設定されてない場合は、まず0で、設定されてから、設定中は1になります。で、ただ設定が合うとまた0に戻ります。で、まあ、これは、簡単な読み書きなので、瞬時に終わって、で、かつ読みと書きが同時に起こることはないと思っていいと思います。例えば、チューズイングの値が i の読みの途中で0から1に変わったとしても、もしも0を得たならば、読みの方が最初に起きた。もしそうじゃなかったら書きの方が最初だった。というふうに、考えればいいわけです。で、まあ、この中で全て、プロセッサー i の視点を中心に考えます。まあ、実際には i ともう一つの、まあ、例えば k というのがあって、それがお互い独立に、独立って、まあ、バラバラに動くんで、二つのも振る舞いを考えなきゃいけないんですけれども、時間に関して言うと、i の視点から考えようという話です。で、L2 で、のは先ほどの、あれですね、レジ待ちのループですね。チューズイング K を読む時間を T の L2 として、で、それから L3 の移るんですが、それが最後のところで、で、それの処理が始まる時間を TL3 としましょう。で、ここで TL2 は TL3 も記載。で、まあ、これ後でまた図で書きます。プロセッサー K がナンバー K の値、現在の値を選んでるときに、K が戸口に立った時間を TE、エントランスかな。ナンバー K の後書き換えてる時間を TW、戸口に離れた時間。これはだからあれですね。前の中に入った時間を TC とします。このとき、TE、TW、TC というのは成り立ちます。で、大事なのは後でまた説明します。チューズイング K が0に等しくなる。これはだから、チューズイング K が0になるのは、あれですね。まだ K が、番号を、設定する前の時間にいるか、あるいは番号を選び終わった後か、ということですね。で、ちょっと最初の条件、まあ、これがこういう、まあ、番やなる物並びなんですけれども、で、整理券を受け取ると、これは K の振る舞いですね。ここにはいくつかポイントが、ブレックポイントみたいなのを置くとしましょう。で、まずその最初の選び始め。で、ここで、チューズイングが1にセットされます。それから、実際他のところを全部読んで、それに1を、それらの一番大きなものに1を足したもの。それが書き込みですね。で、これが TW。で、最後に、この TW が終わった時点で、これは書き、K が、整理券を完全に受け取って、店の中に入った時間。こういうところがポイントになります。で、まあ、これは明らかに順番にやっていくわけですから、TE は TW 小さくて、TW は TC よりも小さいという関係が成り立ちます。レジ待ちでも大事なポイントがあって、で、これは I の方の振る舞いですけども、I はもう、セクション。の中にクリティカルセクションが入っています。まず最初のここの、これ中で二重のループ、このループ全体の中で L2 ってやつは、ちゃんとデータが、K が、番号を受け取ったかのチェック。受け取って、受け取
なければずっとその L2 のままとどまるんですが、ここはだから、終わって次の L3 にジャンプする最後の時点を T の L2 としましょう。で、それからもう一つは、これも、この、要するに、これは、次の、L3 のループの最初の瞬間、これを T の L3 としましょう。で、これが終わってから、クリティカルセクションに入るわけですね。まず、その、発見、ここでは明らかに T の L2 っていうのは T の L3 に、順番に実行されていくわけですからね、小さいことがわかります。で、問題はですね、この、T、今、プレイポイント何箇所か5箇所置いたんですけれども、で、ここのところに、今、プログラムの中でブレイクポイントを置いたんだけど、実際の店の中、パン屋の並びで言うと、こういうところにこうブレイクポイントを置いたってことですね。これも順番に行きますね。E はだから、発見が始まるところ。それから TW は、点が最大値を取って位置を出して値を書き出すところ。TC はだから、最終的に値を受け取って、かつ中陣をゼロにする。っていうやつですね。で、まあ、ここだけちょっと見ると、こういう、TE、TW、TC っていう流れがあって、で、大事なのは、チューディング系っていうのが、これ、ブルーと赤は関係ないように思うかもしれませんけれども、TL2 で、チューディングがゼロになる瞬間というのが大事なポイントになります。で、それが、チューディングがゼロになるのは、K がその発見を始まる前か、あるいは発見が終わった後。だから左側だからあれですね。T、まだ K が件を受け取る処理始まってないって段階。右の方は発見が終わって中に入ってるんですが、これいずれもチューディングはゼロになりますね。チューディング最中だけ、チューディングっていうのは1になりますからね。ゼロになるのはこのいずれか、発見前か発見後、いずれかということになります。で、このこうなれば、2つの赤とブルー接点ができていて、T、最初のケースだと T の L2 っていうのは T よりも小さくなりますし、発見後だったら T の C っていうのは T の L2 よりも、小さくなります。で、これは場合分けで、形成の場合には、ナンバーワンはナンバー K より少ないという主張になりまして、で、この主張を、まあ、これ拡大して、ナンバー II、ナンバー KK でも同じことです。主張には成り立つことになります。ケース B の場合には、今、TC と TL2 の関係しか見なかったんですけども、TLC、L2 っていうのは当然 T の L3 よりも小さいです。だからこれで見れば TW っていうのは T の L3 よりも小さいことになります。だから TL3 で始まる命令 L3 の実行中はプロセッサー I っていうのは K の現在の値を読みます。だからここでもそのナンバー I っていうのはナンバー K よりも小さい。という、K の、主張には成り立つことになります。で、最後に主張3なんですが、クリティカルセクション、今、レジの前が空だとしましょう。で、いずれ誰かが、中に入る。これはだからあれですね、配達のライフネスという、性質ですね。この、そういう性質を、このアルゴリズムに、持つことを見ていこう。これは、まあ簡単ですね。制限された数式やプロセッサー、まあエラーは少ないとしましょう。で、クリティカルセクションにプロセッサーがいなくて、ファイルの中にはプロセッサーがいたら、いずれクリティカルセクションに入る。で、もしもそうじゃなくて、ずっと誰もクリティカルセクションに入らないとします。で、そうすると、で、ある時点から、どのプロセッサーもパン屋に出入りしない時間があるわけだから、その時点でプロセッサー I がパン屋の最小の値 I を持ってとすれば、
で、いつかこれはループを抜け出しますね。で、ループを抜け出すってことはクリーンアップセクションに入るってことですから。で、これはだからその誰もあのクリーンアップセクションに入れないっていう過程とは思う。まあまあそう言わなくても、これはほとんど偽名だと思いますけどね。こういうことで、主張、三つの主張がね、二つのことがわかります。で、この主張がどういう規約を持ってるかっていうのを簡単にまとめてみようと思います。で、主要にっていうのはどの地点でもクリティカルセクションには多くても一つのプロセッサーしかいない。これはセーフティーの主張ですね。で、主張1と2を合わせると、最初に入ったものが最初のサービスを受ける。で、そういうルールですから、で、システム全体がデッドロックにならない。で、個別の、プロセッサーが、ブロック、個別のブロックされることはないですね。この、ファーストイン、ファーストアウトみたいなもんで、システム全体がデッドロックにならない限り、個別のプロセッサーはブロックされない。でも、それじゃあ、エラーが起きたらどうするかっていうか、どういう場合にデッドロックが起きるかってことを考えると、で、それはあるプロセッサーがクリティカルセクション内で停止したら、これも動かん、この外側の大きなループも回れなくなりますね。あるいは、どこでもいいんですけれども、プロセッサーのエラーが、もうどんどん起きて繰り返す場合。で、その場合にはですね、プロセッサー J が、連続的にエラーを起こして再起動を繰り返すならば、で、そのチューズイング J ってやつは、で、これ消えないです。チューズイングがゼロにならないですね。だからこの L2 で無限ループをして、システム全体がブロックするという形になります。まあ、そういう意味ではこの3つの指標を見ていけば、このシステムがどういう時にデッドロックが起きるかってことも、まあ、ちゃんと見えてくるということですね。で、視点をちょっと変えましょう。で、このパン屋のあるいはもう一つ問題がありまして、で、お客がいる限りは、このナンバー発見を続けるわけですね。で、ナンバーの愛の値は際限なくどんどん大きなものになりうるということです。で、これはですね、有限可能性数、まあ、有限可能性数って1バイト、2バイト、3バイト、4バイトっていうふうに、で、それをカウンターに使う。だけど、どっかでその有限だったら、一方でこのアルゴリズムはそのカウンター無限に増えていくってことを言ってるわけなんですけれども、有限のやつでそれをどっかでサイクリックに例えば0にリセットしてもう一度カウント始めるってアルゴリズムは、これうまくいかないんですね。ゼロにリセットされた瞬間に、もう前後に、これ基本的にはその数の代償関係で、アルゴリコントロールされてるわけで。で、そこを破綻します。で、これはうまくいかない。ただ、ラッキーといえばラッキーなんだけれども、実践的には、例えば1ミリ秒に1回の割合で発見するとしても、それを1、ランポートの計算によると、1年間、その、1ミリ秒1枚の発見を続けたとしても、で、増えたのはせいぜい2の35乗だっていう計算をしてます。まあ、実践的には、だから、4バイトじゃ1年持たないってことですね。まあ、4バイトは8バイトあれば十分ですね。まあ、実際には、例えば2の128乗とか、まあ、気にない120。いい数字で、まあ、際限なくといっても、事実上、対応できる。ただ、これも実は怪しいんですね。それは次に見るように、リード、読みの値が何を返すか分からない。突然大きな値を書いたら、どんどん爆発的に、カウンター増える可能性があるんですね。で、このアルゴリズムは基本的には、チケット番号全体を読み書きをブロックしてアトミックに保証しようというやつじゃないんですね。で、それをしなくても構わないっていうアルゴリズムです。で、その値が例えばコンカレントに書き込みが行われたとしても、読み出しさえ正しければ、
正しいってアルゴリズムにやった。これが非常に特徴的なところですね。書き込みと読み出しが重なったとしても、そのことはこのアルゴリズムは気にしてないんですね。それは問題にしない。で、例えば、極端な例かもしれないですが、今回の書き込みで9から10に値が変わろうとしている数値の読み出しが、これ9でも10でもなくて、例えば2000いくらって値を返したとしても、そのアルゴリズムは正しい。ちゃんと動くんですね。返されたものの中から最大のものを取って、1を足して次のあのカウンターの後を決めていくわけだから、何を返されようと、ちゃんと返ってきてれば、実はいいんです。で、これもとてもあの奇妙ですけれども、驚くべきことですね。ちゃんと読んで、値が返ってくることさえ保証されれば、その値がコンカレントな書き込みでどう変わるとか、それが順序が読みが先か後が先か、あるいはそれがアトミックに保証されねばならないという問題は一切関係なしに、値の読み込みが正しく行われたら、このアルゴリズムは回るんですよ。で、これはそういうとてもびっくりする性質を持つんですが、これはその、このアルゴリズムというのが、で、まあ、今言いましたけど、チケット番号にアクセスするのに、あの、エクスクルーシブに、アトミックにアクセスすることを想定していない、そういうアルゴリズムの一層なんですね。で、別な言い方をすると、それは解のレベルの相互排除を前提としない相互排除アルゴリズムの初めての実装。こういうのは珍しいです。例えば、あの、先に見たダイクスラーの、あの、ミューチュアルエクスクルージョンのアルゴリズムというのは、あの、シェアドメモリーに置かれた K、あるいは BK っていう値がアトミックに、エクスクルーシブに読み書きが可能だ。あの、順序は別にしろ、あの、読みと書きはそれぞれ、あの、あと保証されるということの上に成り立った、あの、ミューチュアルエクスクルージョンのアルゴリズムです。ですから、解のレベルのミューチュアルエクスクルージョンが、全体のミューチュアルエクスクルージョンの基礎になっているアルゴリズム。それが、ダイクスラのアルゴリズム。ですね、でただランプオートのベーカリアルゴリズムも違うんです。でいかなる解のレベルの、ミューチュアルエクスクルージョンも前提としない。で、まあ、そんなことができるのかっていうんで、あのこの出た頃は、まあ、そういう視点からではなかったとは思いますけれども、あのそうしたことは不可能だと考えられていたわけ でそれはだいぶしばらく続きます。1990年代になっても専門家はそんなことは無理だっていうふうに思ってたとランポートは言ってます。で、このランポートのアルゴリズム厳密な証明は実はもっと後になったからのこの論文で与えられます。で、これは少し難しい論文ですね。その内容はまた別なセミナー。まあ今、今回はアルゴリズムの基礎の話や基本的な概念を抑えようとしてるんで。で、それは例えば、並列分散アルゴリズムの理論というようなセミナーをいつかやろうと思ったら、そこでこのランポートアルゴリズム厳密な証明を紹介しようというのは、まあ実際にはこれは分散並列分散アルゴリズムアリーデース初期の時代を振り返ってるんですが、だんだんこういう形で厳密な、だって最初はみんなコードはみんなあれですね、疑似コードだし、説明はみんな言葉でやってるわけで、どこに抜け漏れがあるか本当はわからないんですね。で今回ランポートのやつはアサーションベースで、そのまあこれも一時流行ったスタイルだと思いますが、それもだんだんだから、それで本当に厳密な証明なのかっていう考えが出てくるんですね。で、そういう形で実はアルゴリズムだけじゃなくて、アルゴリズムの正しさに対するアプローチも変わってきます。で、それはまた別な機会に紹介していきたいというふうに思います。